はい、じゃあ盛り付けていきますね。これはまたお皿にちょっとまた麦飯なんですけど乗っけてます。それにさっきのカレーですね。これをこんな感じですね。全部乗っけ いっちゃっていいのかな。こんな感じですね。はい、こうやってカレーを盛り付けたら、ここのご飯のところにまたね、レンジでチンしたこの卵をこんな感じで上に乗っけます。そしてパクチーですね。最後にパクチーを彩りでこんな感じで加えたらもう出来上がりです。簡単ですよね。レッドカレー、エスニックレッドカレー風、フューチャリング上白石萌音ちゃんですね。こんな感じでできました。美味しそうですね。上から見るとこんな感じ、これこんな感じですね。美味しそうな感じにできましたね。こんな感じです。レッドカレーですね。トマトジュースを使ってレッドカレー風に作ってみました。これを今から食べていきます。では、いい感じ、いい感じですね。じゃあ食べていきます。こんな感じですね。これレッドカレーです。卵がプルプルでね、美味しそうですね。これをちょっと今から食べていこうかなと思います。じゃあいきます。いい感じですね。いきます。うまい、うまい、やばい。アボカドとナスもいってみます。鷹の爪後から入れて忘れてた、後を押して入れたんですけど、辛み出てますよ。いい感じですね。うまいな。いきます。ナスとアボカドのコンビネーション最高ですね。ちょっとこの卵も潰していきますね。こんな感じでとろっと味変します。卵もたっぷりで、うまっ、間違いない。これはうまい。今日は金麦ながらいけますね。冷えててうまいっす。うまい。トマトジュースとね、ヨーグルトってね、酸味がね、やっぱいいですよ。トマトジュースとヨーグルトってどこで覚えたかっていうと、土曜日の夜やってる番組で、黒木ひとみさんがね、番宣で出てたんですよね。で、黒木ひとみさんが一番好きな料理っていうことで、黒木さんの旦那さんが作ってく、旦那さんのお母さんが作ってくれる、秘伝のチキンカレーってのがあった。それで、トマトジュースとヨーグルトで煮込む、おっしゃってたんですよね。あ、これうまそうだなと思って、ちょっとそれをチャレンジしてみたんです。レッドカレー風になるんじゃないかなと思って、インドっていうよりはエスニック風にちょっとアレンジしてみた感じですね。まさにバッチリでした。ということで奥さん、今日はエスニック風の、いつもとはちょっと違うレッドカレーを作ってみた感じですけど、ぜひね、ご家庭でも簡単なので全然簡単なので、ぜひ作ってみたらご家族は喜ぶんじゃないでしょうか。ということでまた語ります。はい、どうもこんにちは。人気者なのに視聴率が取れない有村架純、吉岡里帆、福士蒼汰の悲劇ってのがあったんです。で、僕今から話すのはもう全部憶測です。僕っていうか僕個人の意見としてなので話します。なのでもう確実な話というか、そういうなんか調べてそんな話をしたのかとか、そういうクレームはちょっと受け付けない話で話しますよ。要は人気者なのに、なぜか視聴率に恵まれない美男美女俳優は多いと。まあ、それの中に有村架純ちゃん、吉岡里帆ちゃん、福士蒼汰くん、ってのが書いてあるわけですよ。で、まあ、僕が見る竹宗とかはやっぱり一番ね、こうネタにしてるので、そこと僕が比べて話すんですけど、まあ、これは僕の持論ですけどね。まあ、例えば吉岡里帆ちゃんは、11月5日に発売したグラビア写真集が Amazon の書籍ランキング1位ですぐ重版が決まるなど人気は抜群。有村同様に作品との巡り合わせが悪いだけと言えそうだみたいな感じもあるし、福士蒼汰君は爆死っぷりはもはや伝説級となっており、ダイバーでは 5% 台、4分間のマリーゴールドとかも低視聴率と、芸能界での成功は運が何よりも必要なのかもしれないみたいなこと書いてありますけど、こう僕が思うにね、まあ、ドラマの視聴率ってのは、まあ、半沢直樹とかみたいな違います。半沢直樹みたいな男向けのドラマはあれですけど、基本的にこの手の人たちが主演を張る映画っていうのは、
女の人がほぼほぼの視聴者層だと思うんですよ。ってなると女の人が主演っていうよりはその相手役が誰かってことがすごく重要だと思うんですよね。有村架純ちゃんだったり吉岡里帆ちゃんが、まあ、主演だとしても多分女性層はそんなにあまり、ね、動かないと思うんですよ、見るっていうところに対して。例えばそこに竹森じゃないけど佐藤健くんとかねみたいな、とてもその人気のある人、まあそれはあれでもいいです、ジャニーズでもいいですよ、それはあの平野翔くんとかね、まあそういう人とか、例えば横浜流星くんとか、まあ中村智也くんとか、そういう男性で数字持ってる人ですよね。男で数字持ってる人がまず助演っていうか、ね、恋愛もので助演に来るとかね、そういう風にしてそこに対しての相手がまあそういう人気者の女性が来るんであれば、女性層なんで見る人たちのほとんどが女性層なのでね、女性がいくら人気があろうが、あの例えば吉岡里帆さんがねグラビアで1位取ったとしても、恋愛ドラマ男性層はほぼほぼ見ないんですよ。そことは比例しないと思うんですよね。あと僕が一つ思うのは、モネちゃんとかね、こいつでブレイクしてるじゃないですか。だから今がものすごく旬なんですよね。ものすごく旬だから視聴率が持てるんだと思うんですよ。まあこれ僕の勝手な話ですよね。僕はモネちゃんはもうこいつから始まったっていうかね、まあもちろんそれまで長いですよ。もちろんいろいろマイコアレディから始まり、君の名はでブレイクしてるって感じじゃないですか。でも僕はね、あのモネちゃんの名前初めて知ったのは、まあぶっちゃけ君の名はなんですよ。君の名はで声優やってる、歌も歌える女優さんだっていうので番宣かなんかに出てるの初めて見たのかなと思って、でもその時は別にパッとしたイメージもあんまなかったんですよ。声優もできる人なんだぐらいの。でもその人がまあ言ってしまえばこいつずって大抜擢じゃないですか。佐藤健くんの相手役として大抜擢をされて主演になるわけじゃないですか。一応それまでのモネちゃんのキャリアはあったかもしれないけど、そんなに有名じゃなかったと僕は思うんですよ。わかんないですよ。モネちゃんが大好きでモネちゃん注目していた人はその前からすごい有名だったよって言うかもしれないですけど、僕は世間一般的なイメージで物事を見ちゃうと、上白石モネってまあいるはいるけど、うん、まあいるよねぐらいな感じだったと思うんですよ。それが大抜擢されたっていうことで一気に注目度がボボッときたと思うんですよ。今もそれが続いてると思うんですよ。例えばね、有村架純さんとか吉岡里帆さんってもう有名じゃないですか。もう結構出てるじゃないですか。 CM も結構出てるし、今からブレイクするっていう感じでもないじゃないですか。もうブレイクしちゃってるから、ある程度のブレイクはしちゃってるから、もう多分瞬発力が多分難しいんですよね、新鮮味みたいなところでね。まあ人気はあるんですけど、だからそれを考えたら今の恋やたの森七瀬ちゃんなんかはある意味モネちゃんになる可能性は僕はあると思うんですよね。まあそれまではほとんどね、まあ、まあ一応やってはいるけど世間一般的にはそこまで知られてないじゃないですか。そこ結構大きい気がするんですよね。あの、例えば井上真央ちゃんもそうじゃないですか。井上真央ちゃんもデビューが、あの、花壇じゃないですか。だからやっぱりそういうガツンとくる恋愛ものを一発目に持ってきてるから、大ブレイクできてるという。だからもうそういう女性は視聴率が持てるんじゃないかなって僕は思うんですよね。あとね、YouTube やってて思うんですけど、やっぱり再生数が取れる俳優さんってのは、やっぱり一握りなんですよ。だから、本当にこう数字持ってる人なのか、それとも一応ゴリ押しじゃないけど、使い勝手がいいから使われてるけど、実はそんなに一般的から支持されてないんじゃないかっていうような人って、案外差があるんですよね。まあそういうのは視聴率に僕は現れるんじゃないかななんて思ったりもしてます。まあそんな感じでした。ではでは。